古井監督の福場からやっとです。早速ですね、今開催初日の VCM 朝9時半にやってきました。ご覧の通りの行列です。すごいですね。今前売りの方々が徐々に入場を始めているところでしょうか。前回は1万人を超えるということでしたけども、今回はさらにすごい人数になっている気がします。まさに国内最大級の古着の街ですね。さあ、やっぱり VCM なんで有名人もいらっしゃってますが、五反田ガレージの森田さんたちも横に今いらっしゃってます。普段ちょっとテレビの仕事もやってる中で森田さんとお仕事したことあったんで、ちょっとご挨拶させていただいたばっかりです。続いてさあ VCM 入っていきたいと思います。うわすげー、ちょっと前に入れる前売りの方が入ったばっかりですけど、さあもうここにいきなり人が溜まってんのは中村さんのところから、おはようございます、よろしくお願いします。さあ早速中突破していきますが、さあもうこっちは買い物が始まってます。すごいなあ。市川さんもいらっしゃってますね。市川さんで、いや実は僕もこれ買いまして、銭湯でも前ジップになってるとこって、ちょっとこれが本物です。あ、これ元のやつを今日これなんですね。あ、実はちょっと草薙剛さんとよくお仕事することがあって、そうで市川さんが元々これを持ってて、あ、それで作ってんだよって、あの話をちょうどされたんですよ。ちょっと後ろを見せていただいたいですか。あ、こういうことですね。これがその原型だったわけですね。うわ見れた。いやちょっともうそれでテンション上がって、はい、ちょっとぜひ撮らせていただきたいなと思って、はい、どうですか藤原さんから見て今日の VCM。 多分日本一というか多分世界一に、やっぱり一緒はちょっとアメリカでもね大きいものがありますけど、はい、日本の方が絶対真似されてる。ああ、やっぱそうなんですね、うん、あとこれだけのねお客様が来るっていうぐらいやっぱ時が盛り上がってるのがいいことです。昨日の前日リポートでも、ライブ配信しましたが、このマッシュルームさん、ご覧のように大盛況です。あ、このレトジャンはもうスーパースペシャルですね。もうずっとこれが気になってます。やばいな、テーラーメイドのもう本当にレトジャンの中でもスーパースペシャルな古着だそうです。こちら今回のマッシュルーム一押しのベトジャン、テーラーメイドのこちらの服、早速袖を通させていただきました。サイズの方バッチリでございます。ただこちらの方お値段が150万近くするということで、残念ながら私の予算はるかにオーバーしております。ラジも最高、刺繍も最高、しかも左だけでなく右腕の方にもバッチリ刺繍がこれだけの数入っております。細かいところまでシルバーの糸が入ってたりとかして、まさにアートピース、なかなかお目にかかれるものではありません。マッシュルームさんといえばデニムですけども、もう奥のデニムコーナーにはかなりの人がもう押し寄せてますね。さあもうこの熱量をお届けしながら、できるだけ売れちゃう前にいろんな古着、こんなすごいものが集まってるよっていうのをリポートできればと思ってますけども、結構値段ピンキリですね。パッと見こう3万円台のセブンティースのリーバイスも並んでますね。こっちは対戦の 506XX です。そしてこちらもマッシュルームさんおすすめのリーバイス、めちゃくちゃすごいリメイク作品でございます。裏面もこの通りやばいですね。そしてこちらはクレイジーパターンの LL ビーンのジャケット、ふぅ、いやもうこれもたまんなかったですね。そして奥の方行くとこういう感じのちょっと刺繍が入ったねミリタリージャケットなんですけど、僕はこういうのが大好きでもう大好物でございますね。いやこれも相当良かったです。そしてこちらのジャケットの裏面もドン、このようにチェーンステッチびっしり入ったこのアートがしっかり刻まれております。
そしてこちらのジャケット、縦ストライプの、かなり古い年代のジャケットだったんですけど、サイズ感が良くてですね、こちらも聞いて試着してみました。こちらは BJ クラシックさん、今回僕がかけているメガネのブランドですね。彼らの、YouTube に偶然あったので、失礼しました。かけてます、みたいなこと言ってます。マッシュルームさんの向かい側はエーコーンさんですね。はい、こちらは大阪の名店でございます。以前大阪の実店舗にも取材行かせていただきましたが、こちらも人気です。そこもそのちょっと用意しているシャツなんかも気になっちゃったりして。これエグいっすね。これエグいです、ほんまに。これ鬼のスペシャルですね。いつ50年代とか、もうハワイやの。そうですね、はい。さあ、こちら栄光さんの中でも間違いなく目玉商品だというハワイアンシャツ、これはなかなか見れるもんじゃありませんよ。こちらのピルグルムのフィフティーズのシャツもやばいですね。いい感じのかすり柄、そしてこの絶妙な色がたまんないですね。はい、こちらスプルースの出ました、このスウェット、ベートーベンのスウェット着ちゃったなんかして、やばいですね、これもスペシャルピース。さあ、そのエーコーンさんのおすすめはこの後付けパーカー。見てこの壮観ですよ、やば。こんなに揃うことある？うわー、うわ、すごい、ナスコンですよ。ちょっと今回しながら行っちゃってもいいですか？はい、はい、今回今偶然ばったり会ったハンドレッドバイヤーズのオーナー初参戦というか、ちょっと物をいくつか提供しているということで、はい。場所はなんていう場所だ、なんでしたっけ？レジェンドオブヴィンテージ。僕のチャンネルでハンドレッドバイヤーズさんの動画を過去に上げてるんですが、まあ、そこの取材自体もね、普段は取材をしていないという、受け付けてないというのを、まあ、奇跡の取材をさせていただいたんですけど、今日ちょっとそのよしみで偶然出会いまして、こちらの店舗にいくつかスペシャルなものを提供しているということで、今回ちょっと同行させていただいてます。よろしくお願いします。はい、 あの辺です。あの辺か、あの辺です。今日ちょっとどんなもの持ってきたか少し伺ってもいいですか？何持ってきたっけね。カバオールか、対戦のカバオールタジェットか。やばいです、やばい、デッドじゃないです。デッド、デッド、これが多分3万円ぐらいですか。マジですか？3万円？3万円絶対ダメダメダメ、3万円位置ですぐ売れちゃう、すぐ売れちゃう。で、3万円でさっき買って今50万で売ってます。あ、怖い、怖い世界ですね。この前見せてないのがあるな。あの、スペシャルで。あ、じゃあカーハート、はい、見たい見たい。カーハートはこの前見せなかった。本当にヤバいやつだ、本当にやばい。あ、まだまだちょっと隠し持ってるやつが。1個はこの前撮った、ね、1個はこの前撮った、はいはい、こっち多分撮ってない。うわ、やば、うん、え、すごい、うん、とも初見でした。初見でございますよ、うん、アーケットってこうハートなんですね。カーハート、カーハート、はい、いや、ないよハートステッチは。うわ、初めて見ました。え、多分ないんじゃない、あんまり、あんまりつがないと思う。やば、これ初めて見た。これは何年のものですか？40s? 40s か。 40s? うわ、うわ、うわ、 40s? すごいな。これは何、いつお目見えする予定のものなんですか？これはまだ明日どっかに。いやいやいや、はい、これいくら？それ値段ついてないです。1500万ぐらい。あ、いや、すごいな。ひょっとしたらこの会場で一番価値のあるものが。すごいな、え、ちょっとマジでやばいな、これ、まあ、これは出てないです。一応なんか言われたら、あ、言われたら、はい、あ、じゃあなんかちょっとすごいものを今撮らさせていただいているということで、はい、なんかほら、あの、普段池袋に来ているお客さんで、はい、今日来てた人がいたら、はい、ちょっとじゃあ普段見せてないから、まあ、見せようかなみたいな。すごい VCM のちょっと裏面じゃないですか、これ。いや、まあ、VCM って なんだろうな、アンダーカバー VCM かな。かっこいい。さあ、ここがデニムコーナー。ここがハンドレッドバイヤーさんが持ち込んだものがいっぱいあるところ。すごいことになってます。うわ、かっこいい。
やばいっすね。いやこれなんてペイで、すごいですね。うわピンピンですね。さあこちらベランダさんですね。おはようございます。よろしくお願いします。東京青山にあるベランダさんにやってきました。ベランダさんはね本当にセンスの塊。スーパーヴィンテージに限らずですね、もうこんな着方をしたらいいんじゃないかっていう、ちょっと新しいスタイリッシュな古着の。あ、どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。今回も早速取材させていただいてます。そうなんですね、はい、てかもうこの着てるやついいな。めちゃくちゃいいですね。これ初めて買いました。ギャバジャン50年代とかかな、はい、ウィンドバードやばいですね。やっぱりおしゃれ。これめちゃくちゃいい。ありがとうございます。そうですね、やっぱこれスタッフさんが着てるのも VCM でもちょっと楽しみたいですね。お客さんもすごいの着てますよね。そうですよね、みんなのファッションチェックするだけでもちょっとだいぶ。今回の VCM はどんな感じですか、ベランダさんは。ベランダは結構そのうち店舗がたくさんあるのでいろんなものを持ってきてるんですけど、普段あんま持ってこないけどヴィンテージ系とかも持ってきて、とか今回写真あげたんですけど。おーへえ。ジャパシャツなんだけど、はい、フルオーバー。変わり種ですね。また変わり種なんですけど、うん、なんかうちらしいかなっていう。うわこれもいきなりドンピシャだな。やば、ね、超欲しい。はい、超いいですね。リブの感じと、はいはい、パイピングの感じと。なるほど、キャンパスですね。あ、これキャンパスなんだ。ちょっと緑かなり好みですね僕。はい、ここら辺もシャツ全部いいな。やっぱちょっと、ああ、それもいいな。いいですけど、はいはい、薄めのウールなんでまだ。あ、結構古いのに、なんか状態はかなりいいですね。そうですね。あ、そうなんだ。うわまた。まあ、個人的にはこの B のギャバパンとか。あ、素敵。色もいいし、かなりきれいめにいける。ギャバパン。ギャバパンです。ギャバパンいいっすね。あんまり D でギャバパンって見ないですね。ないですよね。あ、この手触りがやっぱもうこのギャバ人ならではの、もうこれとこれのセットアップで買ってきたら、確かにこれやばいっすね。いいですね。うわうわうわ、もうやばいやばい、もうこの組み合わせ最高ですね。さすが、これおいくらですか？これは税込み5万5000円。ああ、はいはい、いけるいけるいける。あ、リー安いですね。へえ。大安い手頃かな。そうですね。これがまたベランダさんのありがたいところでございます。え、これちょっとマジでいいな。いい質感。はい。というわけでこちらの 50s のプルオーバーシャツ試着してみたらこの通りサイズもバッチリでした。リハバは広いんですが裾にリブがついていることで腰回りがスッキリするのもお気に入りポイント。こちら即決で購入させていただきました。さあその向かい側はラムホールベルーフさんでございます。こちらは代官山と渋谷に店舗を構えられているラムホールベルーフさんです。今度店舗の方にも取材行かせていただくお話をしてるんですが、茶葉さんおはようございます。よろしくお願いします。メガネすげえ揃ってるんで。ねえ、めちゃくちゃいいですね、うん、はい。昨日ちょっと前日配信でも少し撮らせていただいたんですよ、実は。はい。今回はどんな感じでラモールさんは持ってきてますか？今回はやっぱりこうメガネ、カレッジリング、あとこの辺のハットですよ ね。もうここはもう得意技ですね。そうですね、うん、やばいっすね。あとはそれに合うような、ハットに合うような、はいはいはい、色が、なるほど、うん、またおしゃれですね。いいね。ちょっとファッションチェックしていいですか？はい、今日はどんな格好を？今日は、はい、暑かったんで、はい、半袖スウェットだったんですけど。ああ、いいいいいい。ただちょっと青を着てちょっと締めてね。締めておしゃれ、はい、ですね。またサイズ感がこの浅香さん本当にいつもおしゃれだな。いいですね。大きいんですけどね。はいはい、ね、大きいですね、はい、かなり。これは40ぐらい、ウエスト40ぐらいなんで。はいはい、はい、これは US のミッタリですか？そうです。 N51 でハットはそうですね。ああ、はい、ですよね、はい、かっこいいな。
か。ベルフさんのハット、ビーバーのハットを。いいね。めちゃくちゃいいと思う。めっちゃかっこいい。似合ってるよ。そもそも、うん、こういうラムホさん来たら、うん、いつもマサルさんのハットじゃないですか。はいはいはい。それかっこいいなと思って。わかるわかる。なんかこれこのハットスタイルに憧れてる気持ちあった。ちょっと久しぶりにハットを、ちょっとハット熱が来ちゃったな。色めちゃくちゃいいしね。いいね。これ10万アンダーだからめっちゃ安いと思うけどね。そうなんだ、うん、俺ハットの世界をまだ勉強不足で。そうなんだね。めちゃくちゃいい色。10万するんだ、うん、全然すると思う、うん、これで11万、うん、これで11万、1940年代、これ18万あ、そういう値段のする世界なんだ。そうだから安い。あ、これむしろ安いんだ。安いね。8万かもしれない。原田さんがちょっとハットの勉強まだしてなくて、うん、そうなんだと思います。俺もブートリアっていうビーバーとはまた別のネズミのウサギっぽいやつがいます。はいはいはい。毛じゃないんですけど、うん、そういうフィニッシュになってます。滑らかな。え、じゃあさらに貴重なんじゃないですか。なかなかない。ブートリアってやつはこういうドブスとかのこのブランドのフェルトは結構この時代のやつあるんですけど、ステッドとかだとあんまり見ない。ヴィンテージハットのこの市場っていうのも大体これぐらいなんだなって。高すぎて買ってないと思うんですよ。ああ、もうそうなんだ。イメージは買わなくてくれる。あ、自然と高くなる。あ、まあ、そうなんですね。まあ、20万いかなかったら高くないんじゃない。あ、っていうもう市場なんだ、ヴィンテージハット。うん、へえ。安く探せるかもしれないですよ。はいはいはい。実際に買うって、はい、こういう知識を入れる機会っていうのはないと思う。うん、やばい、欲しくなってる。いや、それはすごいスペシャルだと思うよ。そうなんだ。うん、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。すごいですね、もうこれリード行列。会計のレジンだ。あんまね、日本ではそんな、まだあんまりないんですけど、うんうん、海外でこの辺すごい高くて。あ、そうなんですか。そっか、皆さん今のうちですよ、これ。僕もマッシュルームのあの伊勢丹のポップアップで、これ見た、俺これ確かに。それ、11万。